お、スミレのチャンピオン、どうもインゲンです。ということで今月の縛りは、ポケカのパックを開けてそこから出たポケモンだけでパーティーを組むという縛りになっております。前回とパーティーは変わらずなんですが、まあ、このパーティーね、結構思い入れがあるので、一応ルール上は新たにパックを1パック開けて、そこから出たポケモンをこの6体のどれかと交換するということができるんですけど、まだこのパーティーで十何戦かしかしてないので、もうちょっとこのパーティー使ってあげたいなと思います。今回のパートの最後ぐらいに新しくパックを開けて、そこから新しいメンバー選ぶっていうのはありですね。このパートまではこのメンバーでいきたいと思います。それでは本編いきましょう。どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。うわぁ、めっちゃマイナーじゃん。なんか、ボーマンダー浮いてるな。なんでこんなマイナーファンの中にボーマンダー入ってんだろう。まあ、ハッサムもちょっとだけど。上都地方かなって上から見てると思うんですけど、なんか関東と来て最後に方園みたいな、なんか。統一感があるようでないな。これ何かの統一ってわけじゃないよね。ちょっと。いや、なんかアニメの登場人物のパーティーとかでもないと思うし、いやーちょっとわからん。ただ普通に好きなポケモン入れたって感じなのかな。ちょっと不思議なパーティーですね。で、まあ、こちらのパーティーなんですけど、非常にステルスロックされるのに弱いので、お相手は、あれなんじゃないかな。多分普通にツボツボから入りたいんじゃないかなと思うんですよね。ツボツボキラーのカラマネロ行きましょうか。ツボツボキラーってなんじゃいという話なんですが、いや、本当にツボツボに非常に強いので、これは見てほしいですね。で、ゴルーグもお相手にかなり通りがいい。あと1体。スターミーがこの2体だときついですが、スターミーに強いポケモン別にだな。アマージョがなんとかならなくはないけど、他のポケモンに全く刺さってないので、まあ、ファイアローでいいか。ちょっとスターミー重たいけど、こうせざるを得んかな。水タイプが結構重いパーティーなんで、スターミーも出てこないことはないと思うんですが、いや、どうだろうなぁ。まあ、スターミーが出てきたらもうゴルーグに大魔切って無理やり突破を狙う方がまだ確実だと思いますね。まあ、それ以前にツボツボをうまくはめられたらカラマネロ1体でかなり引っ掛けませるんで、それができれば完璧。オッケー。ツボツボ、これこれこれ。俺がやりたかったのよ。よし。じゃあカラマネロから入って、ツボツボ相手ならまず巻きつくから入っていいかな。ドクドクから入るツボツボいないですよね。まずは多分だけど、ステルスロックから入ると思うので、まず巻きつくでツボツボをキャッチしてしまいましょう。巻きつく、ギュッギュッ。よし、これでもうツボツボ後ろに逃げられなくなったので、ツボツボとカラマネロはしばらく対面し続けることになる。ステルスロックは、まあ、これでかなりファイアローの役割としては厳しくなりましたが、はい、今回の技構成、こう巻きついてからもうね、あのやりたい放題できる方になっておりますので、さあ、お相手も逃げられないので悠々と身代わりを張ってしまいましょう。はい、これで、まあ、なんか相手が技打ってると思いますが、ネバネバネット、ああまだね、場作りをしてますね。はいはいはい。まあゴルーグの S がちょっと下がっちゃうのはあまりいただけないですが、まあ、こっからカラマネロが暴れられれば、まあそんなことは気にならないと思う。はい、瞑想瞑想。はいはいはい、いいですね。瞑想。さあ、お相手は、多分この起点回避をする術はないと思う。ないと思う。さあ、どうする？岩石封じ。まあ、そんなものではね、この身代わり壊れませんので。ちゃんと、あの、カバルドンの岩石封じでも耐えるようになってます。はい。で、身代わりを残したまま巻きつくで、お相手はまだ逃げられないので、瞑想連打。さあ、こうなってしまうとツボツボきついぞ。そう、実はですね、そのカラマネロって、結構なんだっけ、バカ力で、本来 A と B が下がるところを、特性の天の尺で A と B を上げながら殴るというのが結構有名な方になってるんですが、今回は天の尺ではなく、なんと特性吸盤です。天の尺以外の特性多分知らない人がほとんどじゃないですかね。吸盤なんてあったんだっていうふうに思う方もいると思うんですけど、はい。なので、カバルドンと対面した時に、吹き飛ばすとか、ホイールとかをされても、吹き飛ばされずにその場に残ってくれるんですね。なので、今回風船を待たせてるんですけど、カバルドンが吹き飛ばしを選ぼうが、地震を選ぼうが、そして身代わりあるんであくびを選ぼうが、何もびくともしないということで、カバルドンを完璧に起点にできちゃうという、ポケモンになってます。今回のパーティーは非常にカバルドンが、重たいパーティーなので、逆にカバルドンが出てきた時に、そのまま、起点にできちゃうパーティーだといいなということでこうしてあります。そしてお相手はついに負けつくから解放されたので、やっと逃げられるわけですが、身代わりはもう残さざるを得ないですね。こっちに身代わりを張らせたままもう引かざるを得ない。ここでアシストパワーをもうしちゃうか、それとももう一回瞑想するかで諸説かな。まあでもアシストパワーかな。お相手ある程度アシストパワーに強いポケモン出してくると思うんで、ハッサムとかね。
そういうことを考えるとアシストパワー、アシストパワーが一番圧力あるかな。もちろん引っ込む、当然ですね。で、ハッサム。うん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 。まあそうでしょう。アシストパワーがどれぐらい入るか。3瞑想アシストパワーなので、まあまあ火力はあると思う。多分ね。いいね。確定2発なんだ、これ。強いわ。よし、よし。じゃあこのままアシストパワー行きましょうか。えいえい。お相手はハッサムに大魔切らない限り、もう暴走止められないんじゃないか。ただハッサムに大魔切っちゃうと、それはそれで裏目になる気がする。どうだろう。ハッサムが大ジェット持ってれば、あれか。身代わりを壊しながら次のターンハッサムが上取れるか。ただ今回絡まれる S だいぶ咲いてるので、ハッサムには抜けませんね。ので、一応今回はその身代わり残してその次のポケモンの上を取れるという意図で S にだいぶ咲いてるんですけど、ハッサムにがここで大ジェットを押してくるようならまだちょっと試合がわからないという感じでしょうか。そうしない限りもうこっちの勝ちだと思います。バレットパンチ、まだ大魔を温存する。まさかの身代わりを壊すにとどめたか。結構あれですね、ハッサムですらもうお役御免という勇気のある動き。ハッサムも倒れる。いやー、虫弱点4倍のカラマネロがハッサムに勝つという世にも珍しい状況が巻き起こってますが、さてこの次のポケモンで何とかしようという動きみたいですね。誰だ、スターミー。なるほど。んー、スターミーか。まあ、ちょっと後ろにいたらやばいんですけど、スターミー実は。ただスターミーならば3瞑想できてれば割と大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。アシストパワーが本当は火力としては高いんですけど、相手とそのダメージのね、ダメージレースの打ち合いになるなら大魔切った方が相手のダメージを抑えられるんで、そっちの方がいいかな。大サイコに切り替えちゃいますか。それか大ウォール、大サイコ、大ウォールっていうのもありっちゃありなんですけど、まあでも大サイコかな。うん、お相手も大魔切ってる。まあ普通にこのスタミに3立てされないように注意というかされたくないので、この1対1勝たないといけないんですけど、CD3 段階上昇だとまあちょっとこっち半減技しかないけど、それ込みでも勝てると思うんですけどね。だって普通に考えてお相手は半減以下のダメージしか与えられないですからね、こっちに。さあ大ストリーム。ただこれに、これを自由にさせちゃうとやばい。もうカラマネロ1体で通し切りたい。で、勝ったはははなんじゃこの耐久。あー、なんか心配して損したなっていうぐらい耐久ありますね。硬すぎこうなってしまったら強いな。まあただ向こうも硬いな。あんま通らないですね。一応次のターンからサイコフィールドの恩恵受けられるんですが、ちなみにあれですね、お相手はこっちが悪タイプなので大サイコの恩恵は受けられないですね。まあ大サイコ連打かな。大ストリーム。どうだろう、最後の大魔のターン、最後のターンに大ウォールするのも手か。今のダメージちょっと見とけばよかったな。ただ142だから次体力半分になって大魔が終わったら71ぐらいか。71もダメージ食らってなかったと思うんですけどね。まあ、特に大魔技130、140ありますけど、大魔終わったらさらに火力は下がるので、ここ大魔、大ウォールを最後に終えちゃった方が安全か。次の大サイコなんか乱数っぽいですもんね。一発目のダメージ、二発目のダメージ。そうですね。ちょっと微妙なラインなので、ここ大ウォールかな？これが一番安全だと思う。大ストリーム。はい。まあ、三発大ストリーム終わって。まあ、これで次のターン、最大でも110、ハイドルポンプですね。までしか出ないはずなので、大丈夫だと思いたい。メガネって可能性もなくはないですけどね。メガネだった場合は大魔を終えた後の方が火力高いんで、そうじゃないことを祈りたい。アシストパワーいきます。まあ、ただこのね、ぶっ飛んだ耐久があるので、基本的に何があっても大丈夫。メテオビーム。なるほど。これで、あれですね、メテオビームパワフルハーブ型でしたね。なら大丈夫だと思う。メテオビーム程度じゃもう、タイプ不一致技ぐらいじゃね、もう大した火力は、ないはず。はい。ラマネロしっかり耐えて、硬すぎ。いや、完璧でしたね。素晴らしい。スタミも悠々と突破して、そのままツボツボも突破させてもらいましょう。まあ、こんな感じで、まあ本当はカバルドに特化させてるポケモンなんですけど、先発の起点作りに特化したポケモンですね。他にも、ラグラージみたいな、この自分で帰ったりとか、呪いとかを覚えるポケモンはちょっと例外なんですけど、クレッフィーだとか、
そういうね、先発の起点作りに特化してるポケモンは、まあ、今回のツボツボもそうですけど、ごく一部カバルドン以外にも刺さります。まあ、ただ一応カバルドンピンポンのピンポイントですね、のつもりで育てたんですけど、ただこれをね、育成してから一度もカバルドンと当たってないんですよね。いや、いつ当たれるんだろう。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。いやー、カラマネロ動画にしたいんで、カラマネロ ずっと、選出機会伺ってるんですけど、いや、厳しそうかなー。動画で毎回全然出番がないアマージョが今回、その、相手のウォッシュロトムに対して唯一強いポケモンなので、アマージョは、久々に出すか、本当に滅多に選出しないんですけどね。今回はいけそう。ユアパレスのステロからアマージョの全抜きまで通すという作戦でいきましょうか。あとはラス1。相手も割とステロやりたそうなパーティーですよね。ステロから入るとすればガブか、ドリューから入ってくるか。まあガブかドリュー前提で行くなら、ユアパレス最初じゃなくてもいいのかな。そうですね。ガブドリュー考えてゴルーガアマージョユアパレスの順番でいきましょうか。はい。これで行ってみましょう。一応ゴルーグはね、冷凍パンチを覚えさせてるので、ガブにも強いし、まあもちろんドリューズにもね、自信が通るので強いということで、その2点に強く出るなら、まあ、これかな。お相手がステロから入りたいという前提ですけど。ガブ、ステロじゃないかな。一応ダイマまで切ってダイアイスしちゃえば、タスキだとしても貫通できるんですけど、まあタスキガブとも限らないので、ここは素直に冷凍パンチかな。ステースロック、普通。まあ、これで岩パレスはだいぶ厳しくなりましたね。頑丈が潰されちゃうんでね。で、タスキと。まあ、しゃあない。サメ肌でダメージもちょっと食らいます。まあ、自信で、とりあえずガブとの1対1はこれで勝てるかなって感じですね。お相手も自信、激輪ではないんですね。痛すぎ。火力すごいな、ガブリアス。それともこっちの耐久がないのか、諸説ありますが。まあ一応1対1は勝てはしたけど、まあでもステロまで成功させたんで、お相手はね、お相手の方がまだ、有利な展開は保ってるって感じかな。ロトム、あ、ただここロトムから出てきてくれたのはかなり朗報ですね。アマージョからの展開を作りやすい、一番作りやすいので、これは助かる。ですね。まあ、ポルターガイス行きますけど、基本残らないかな、もう。あ、めちゃめちゃ遅いロトムだな。こっち最速ゴルーグなんですけど、最速ゴルーグなら遅いロトムにも一応、先制取れるのか。あ、そして持ち物なくなっちゃったんで、次ポルターガイスできないや。で、悪の波動。なるほど。オボンで悪の波動を持ってるの珍しいですね。ただ S が全然ないことが分かったので、アマージョで上取れてるのがこれで確定ですね。はい。まあ、アマージョ行きまして、さすがにダイジェットは無理そうかな。お盆も見ちゃったんで、そうですね。お盆見ちゃった以上、鬼火を警戒しないといけなくて、ダイジェットからみたいな悠長なことはちょっとできない。パワーウィップを押さざるを得ないかな。お相手のラスイチが、ボルトロスだった時だけ、アマージョじゃなくて、イワパレスにダイマを切ることになると思うんですよね。すごいレアなんですけど、起点作り役のイワパレスにダイマって。なんで、ここダイマはまだ早いかな。普通にパワーイップ。ちょっと命中不安ですけど、まあ普通に倒せる火力はあるんで。はい。で、当たらないと。で、鬼火。で、当たらない。なんだこのターン。なんだったんだ、今のターンは。まあ、パワーイップ押すか。はい。一コンではない。はい。じゃあ、パワーイップが通りますね。一応、これでロトムは突破させてもらえる。いいよ。アマージョいいですね。特性で相手の先制技も効かないので。さて、まあでも、相手先制技打ちそうなポケモンいなかったけどね。ラティ。おー、ラティか。ほうほうほう。まあ、なら、ここにダイマを切ることになるわけですが、ダイアイスから入っていいもんかどうか。ダイジェットから入って、相手の上取って、るのが先かな。そうですね、ダイジェットからかな。お相手もダイマ切ってる。ラティアスって結構耐久に寄せて、普通にこう、なんて言うんだろう、アタッカーをするというよりは瞑想、自己再生とかを駆使するタイプが多いんで、ダイマはどうなんだろうな。その積極的にアタッカーとして切るダイマじゃなくて、なんとか耐久で耐えるためにダイマ切らざるを得なかった方と思いたいんですけどね。普通に流星群とか覚えてるゴリゴリのアタッカーで大ドラグーンから入られるとかだとやばいです。
まあ普通のアタッカーならラティアスである必要はないと思うんですけどね。ダイジェット、わー、アタッカーじゃん、マジか、やられたな。ダイアイスから入るのが正解でした。ダイジェットで上取ろうとしちゃったな、マジかい、やってしもうたなこれ。さあどうする、やばいぞこれ、次のダイジェットは耐えなさそうですもんね。ダイアイス、ダイジェット、まあそうですよね、さっきのダメージ見る感じ、耐えるわけでもない。やばいやばい、これはちょっとまずい。岩パレスがギリギリイヴァン圏内で耐えてくれたらまだあるのかな。そうですね、イヴァン圏内で耐えてくればあるというか、まあ勝てそうか。次一発耐えてくれればって感じか、この試合。そこにかけたいですね。いやーステロが痛い。でコライルをね覚えさせていればもうちょい簡単だったんですけど、さすがにその技の枠ないんだよな。ジタバタ選びます。大最高、普通に攻撃技ちゃんとしたの持ってるなー。あーでもめちゃくちゃいいとこで耐えてる。ん、これいけた可能性あるか、まさかのジタバタ。勝った。いや、これ次、ジタバタじゃ絶対押し切れないな。岩石砲行くしかないんですけど、岩石砲持ってけてるんじゃないかな。さすがにタイプ1で攻撃補正もある、もう全振りの岩石砲なんで、威力150ですからね。これ、半分はさすがに持ってけると思う。よし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 。おー、ラッキーだったなぁ。なんだったんだろう、このラティアス。一発耐えれてよかった。危なかったですね。よかった。本当にギリギリだった。大変ありがとうございました。あー、危ね。はい、対戦で見つかりました。よろしくお願いします。お相手からすれば、ウオノラゴン通せればもうほぼ勝ちみたいな風に見えてる気がしますね。誰かステロ負ける要因、まあ、あれですか。ヒドランですか。ヒドランでステロ巻いて、ウオノラゴンでエラ神すれば勝ちっていう風に見えてるかなと思うんですけどね。それは全力で阻止したいので、ルガルガン先発、一応あれですね、ヒドラにインファイトができる。まあちょっとインファイト耐えられそうだけど、ヒドランが、ステロをした場合はタスキ残して倒せるので、その場合はウオノラゴンにエラ神をされてもちゃんとタスキカウンターで返せるっていう数字残したままヒドラン倒せるんで、ちょっとヒドランと想定すればルガルガンいける。あとは最悪ステロ通された時のためにエラ神半減にできるアマージョ、一応ポリツーにも比較的強い。岩パレスとアマージョいきますか。ファイアローを連れていかなくてよかったかな。ファイアロー一応バシャーモに強いんですけど、特殊バシャーモだったらちょっときついな、こっちのパーティーは。カウンターが通らないバシャーモだと、だいぶやりようがない気がしますが、まあちょっとね、全部、ケアしてたらキリがないんで、こうしましょう。ポリゴン2から。なるほど、そういう入り方か。で、こっちはルガルガンからです。で、おー、アナライズポリツ。なるほど。トリルはなさそうって言いたいんですけど、ウオノラゴンがトリルウオノラゴンっていう可能性もなくはないのかな。ただ、加速バトンとかしそうなパーティーなんで、まあ、さすがにトリルじゃないかな。普通にインファイトで削りに行っていいかな。自己再生で受けられはしますけど、まあでもインファイトだと思うな。出たー、初手ダイマスルポリツーだ。たまにいるやつ。忘れた頃に出てくるよね、このポリツーね。出たよー、出たーって言っちゃった。ドラえもんのバトルドームじゃないんだから。いやー、これどうするよ。インファイト。あ、でもまあ思ったより通ってる。これ HC かな、このポリツー。相当攻撃方面に寄せてますね。かなり殺意高め、そして大ホロー。え？大ホロー？大ホローって、シャドウボ？シャドウボか？ってこと？ B を下げに来たから一瞬物理アタッカーでもすんのかと思ったけど、物理のゴースターズは覚えないもんね。変な技見せられちゃったな。まあインファイトするしかない。はい、インファイト。いや、でも、絶妙に硬いな。一発目のランスがちょっと良すぎた。
かなって感じの威力ですね。ダイアタック、はい。まあ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 、まあまあでも全然許容範囲内というか、まあしょうがないですねっていうくらいの火力ではある。これ岩パレスから行っちゃうとダメですね。うん、アマージョから行かざるを得ない。本当は岩パレスで大魔の最後のターン使ってっていう風にも考えたんですけど、岩石砲のためのターン、ためというか、岩石砲の待ちのターンで再生とかされるような展開やったら目も当てられないんでこうするしかない。ミミッケいたら飛び膝すかされちゃうけど、飛び膝かな。ダイナックルは耐えられそうですもんね。膝行くか。ちゃんと通ってる。オッケー。これは、はい、持ってきますね。うん。命の弾を持ってるんで、火力は伊達じゃないです。さあ、これで一応2-2でこっちが大魔残してるんで、まあ、不利ではないと思いたい。ですね。サンダーとかがいなければもっと平和ですけど、おなんか変な感じになっちゃった。ウオノラゴンですか。ん？なんでだ？アマージョに対してウオノラゴンから入る。他のすべてのポケモンの方がアマージョより、あ、え？ちょっと待って。アマージョに対して出すならウオノラゴン以外の4体誰がラス1だとしても、そっち先に出していいと思う場面なんですけどね。なぜウオノラゴンが先なんだ？なんかちょっと変なウオノラゴンなのかな？これをいいことにダイジェットの起点にしちゃうとかも考えるんですけど、それでいい気がしちゃうな。ダイジェットしたい。だってウオノラゴンがアマージョにそんな致命傷を負わせるのは無理ですもんね。あ、っていうかウオノラゴン普通に引いちゃった。なんなんだ、わからん。ただミミッキュにダイジェット通るのもそれは普通に美味しいですね。まあでもここでダイジェットから入れたならほぼ勝ちじゃないですかね。あと大草原大草原連打で十分だと思いますけど、はい。まあ一応これでミミッキュの化けの皮を剥がしながら大草原行きますね。まあでも、お相手のラス位置がミミッキュなんだとしたら、仮にミミッキュから入られても大ジェットから入って大草原でミミッキュは突破できそうだし、ウオノラゴンが最後に残って、岩パレスと1対1になったら普通にエラ神をカウンターで返せば勝ちなんで、まあ、普通にミミッキュから入られてても勝ちだったとは思うんですけどね。いい火力してる。さすがアマージョさんだ。あ、急所か。うん、有効かもしれませんね。うん。いくら弾だとしてもこれはちょっと有効あったかもしれない。まあでも、さすがにこれ、この急所は勝ち負けひっくり返すものではないかな。はい。ウオノラゴンが出てきて、まあここは大草原でいいですね。グラスフィールドも巻いたし。王さんが選ばれました。はい、ありがとうございました。まあまあまあ、なんかシンプルな試合だったけど、普通にアマージョが大ジェットからこの技範囲あったらそりゃ強いわなっていうわかりやすいパターンでしたね。アマージョはちょっとね、その耐久がそんなにないし、草タイプなんで弱点も多いしで、まあどうしてもダイジェットとかで押し合える場面が少ないんですけど、割と他のポケモンでカウンターとかでね、ダイマと1対1交換とかできたりとか、まあ、あの2対1でね、相手のダイマは枯らしたけど、最後ラス1でアマージョが残ったみたいな場面でも、アマージョがダイジェットから普通にまくれる性能をしてるので、まあそういうこのエースとしての分かりやすい適性みたいなのはあるのかなというふうに思いますね。はい、前回の動画終了時点で5勝2敗で、それ以降も実は全試合収録してるんですよね。なんで13戦ですか？13戦全部収録してたんですけど、いやー、僕ずっとカラマネロをね、出し続けてたんですけど、なかなか勝てなかったですね。結局カバルドンと、カラマネロの対面が実現したのは1回だけだったんですけど、そのカバルドンが本当は吹き飛ばしをされても吸盤で耐えるっていうことを動画で皆さんにお見せしたかったんですけど、まさかの吹き飛ばし切ってるカバルドンでレアなんですけど、吹き飛ばし覚えてないカバルドンで普通にアタッカー技で押し切られちゃったみたいな展開で、カバルドンとの夢の対面も思い通りにいかず、それ以降はカバルドンが相手のパーティーにいてもあんま出てこなかったですね。意外とね、こっちのパーティーかなり刺さってるんで出てくるかなと思ったんですけど、意外と全然出てきてくれず、いや、カラマネロの分かりやすい活躍はなく、ちょっとね、負けが込んじゃいました。ということで、前回の動画から考えて5勝8敗だったのかな。ちょっと負けちゃいましたね。トントンになっちゃいました。はい、ということで今回紹介するのはカラマネロなんですけど、特性吸盤、実はね、もうこの吸盤知ってる人ほとんどいないだろうということで、アマノジャクのイメージがあると思うので、吹き飛ばしとか吠える、カバルドンがしてくるところに対して効かないよと。で、この身代わりを押せば、初手のあくびをね、かわせるし、その後ステロとかするターンに巻きついて、カバルドンを離さなくして、瞑想連打
で、身代わり残したままカバルドンを倒せれば、まあ倒せればというか、さすがに倒せるはずなので、あの風船を持たせて自信が効かないのでね、さすがに身代わり残して倒せるはずで、もう瞑想をガンガンに積んだ後のね、ハシストパワーを身代わりを盾に後ろのポケモンにも通しに行くと、もうこれいっそのことカバルドンをそのまま積ませるポケモン作っちゃおうということで、この吸盤に着目しまして、初手とのカバルドン対面でそのまま積ませられるというのをイメージして、今回育成しましたが、うまくいかずということでしたね。いや、結構ね、そのピンポイントメタみたいなポケモンは使用率が高いポケモンなら成立すると僕は思っていて、もちろんそのポケモンが相手のパーティーにいた時しか出せないので戦出率が低くなっちゃうんですけど、まあそれでも出せれば活躍するかなと思ってたんですけど、思った以上にカバルドン出してもらえませんでした。それが寂しかったな。いや、刺さってると思ったんだけどな、こっちのパーティーにね。カバルドンきつそうに見えないですかね、このパーティー。見えると思うんだけどな。ちょっと今回はダメでした。実験は失敗じゃ。はい、ということで動画の最後にパーティーの入れ替えやっちゃいましょうか。ですね、まあこの今画面のこっち側に出てるポケモンたち6匹いますけど、6匹それぞれね、5試合以上したポケモンは新しくパックを開けてそこから出てきたポケモンと交換できるというルールになってますので、今誰でも交換可能ということになってますんで、まあ開けてこの6匹の誰かと交代するということになるんですけど、まあカラマネロかな。ごめんね。本当はもっと活躍させてあげたかったんだけど、まあ、もしくは型を変えてカラマネロをもうちょい使うのもありかもしれない。ちょっと引いたポケモンのタイプ相性とかも考えて誰と入れ替えるか決めましょうか。で、まあ、ちょっとね、2パックぐらいいっちゃおうかなと思ってるんですけど、どうですかね。なんか1パックだけだとちょっとあんまパーティーに変わり映えないんで、2パックぐらい開けちゃってちょっと2匹入れ替えようかなと思います。せっかくねパックが2種類あるんで、漆黒のガイストと白銀のランス、今のところねこれが最新弾ということで、1パックずつ開けて、でそれぞれから出たポケモン1匹ずつね、このパーティーと入れ替えるということにしたいと思います。ということでまずは白銀のランスから開けていきましょう。いやー、誰が出てくるかな。普通になんかこうレアカードが出たらそれはそれで嬉しいんだけど、こうやっぱパーティー的には今までこうあんま僕が使ってないポケモンとかに挑戦させてもらえるとワクワクしますよねなんでそれもちょっと楽しみだなと思いつつ、でごめんなさい、ちょっと今先にリアクションしちゃった。普通にねちょっと僕の方見えちゃったんですけど、これ雪かぶり。いや、僕めっちゃいいかも、これ。僕雪の実はね、使ったことないんですよ。レンタルパーティーで一回使わせてもらったんですけど、雪の大好きなんで、いや、いいかもしれんな。これ普通に雪の第一候補ですね、すでに。いや、これ以上に使いたいポケモン出てくんのかな、ちょっと楽しみですけど。はい、雪かぶり。次が、スリープ。あ、まあね、今回スリーパーはガラル地方にいませんので、スリープは使いませんね。はい、次、じゃんじゃじゃん。クレーベース。おー、これも普通にね、耐久方面優秀なポケモンですからね。物理受けとしてありかもしれない。皆さんどうですかね、ここと見比べて、クレーベースどこと入れ替えるかなとか、ちょっと僕も今考えたりしたんですけど、あんまり受け回すパーティーじゃないから、こういう受け系のポケモンちょっと使いづらいかなーっていう気もしましたね。ね、氷タイプで被ってますね。そして次。お、雪の。なんかこれ雪のを使ってくれてなんか言ってるような並びですね。同じパックからね、こういう進化系と一緒に出てくることもあります。はい、雪のを。そして、あ、ピオニーさん。はい、まあこれはね、トレーナーズカードということで、ポケモンじゃないので、もうこの2択ということになっちゃったわけなんですけど、いやもうこれは雪のを行きましょう。1択ですね。いや、楽しみ。もう雪のを使えるの僕めっちゃ楽しみです。よし、じゃあこの雪のをまずどこと入れ替えるなんですが、まずね、パックを、いくつかは同時に開けて、それぞれ考えるということはできないので、一パック開けるごとに入れ替えを考えないといけないというルールになってるんですけど、まあ、ちょっとプチルールなんでね、細かく説明してないんですけど、普段は。雪の、どこかな、草タイプが被るんで、アマージョと入れ替えるっていう手もありますね。アマージョも、めちゃくちゃ目覚ましい活躍があるかと言われると微妙なんですけど、でもポリツーとかに抗えるポケモンとしてちょっと貴重でもあって、どうしようかな。まあここは一回カラマネロと交換しましょうか。ちょっとカラマネロね厳しかったんでね、草タイプ2体いてもそれぞれに役割を持たせやすいかなということで雪のを入れましょう。なんかこのパーティーで初めてこう特殊アタッカーっぽいポケモンが入りますね。まだ特殊アタッカーにするかどうかは決定じゃないですけど、まあでもするかな。パーティー的にも貴重な特殊枠ですからね。はい、ということで次は漆黒のガイスト開けましょうか。いや、誰が出るんだろう。もうね、ここは、今からノーカットでお届けします。もうね、誰が出てくるかは本当に神のみぞ知るという感じ。はい。
ケケンカニ。わー、これはガラルいませんね。ケケンカニね、おもろいポケモンだと思うんですけど。はい、今回はダメ。ラブカス、ラブカスもガラルおらんよ。これどうする？ちょっと、雲行きが怪しくなってきた、これ。ね、疲れポケモンいるかな？ちら。ゴース、おー、よかった。これは進化させてゲンガーにできるので、なんか急になんかちょっと強くなったんじゃないか、パーティー。これゲンガーいけますね。からの、あ、ゲンガーだ。で、はい、ラッキーエネルギーということで。あ、じゃあ、これはもう一択ですね。僕に拒否権ないです。はい、ここはもうゲンガーということになります。あー、じゃあゲンガーと雪の王がね、パーティーに入るということで、あ、ちょっとなんかこう、パッと見ですけど、強めになる感じになりましたね。そして、まあ、かなりそのアタッカー寄りというか、耐久は捨てて前のめりに行くパーティーになりそうですね。気合のタスキを取られてるゲンガーがどう使えるかっていうのがまたちょっと難しい感じになりますね。そうですね。ちょっと悩んだんですけど、ゲンガーはアマージョと交代したいなと思います。今、雪の王とアマージョで草が2体いて、そしてゴルーグとゲンガーでゴーストが2体になっちゃうんで、どっちかと交換かなと思ってたんですけど、いや、まあでもゴルーグは結構ね、電気無効っていう非常に貴重な枠を今背負ってくれてて、で、パーティーでの活躍度合いもゴルーグの方がアマージョよりははるかに今高いので、まあ、相性的にも今ゴルーグがいい感じにできてるのかなということで、アマージョと交代でゲンガー、そしてカラマネロと交代で雪の王という形にしたいと思います。いやー、まあこれが決まったからにはもうこの2体を育てるということで楽しみですね。いやー、この2体、僕もゲンガーとかはもちろんね、まあまあメジャーなポケモンなので、まあでも今の環境使用率そんな高くないっけ？ちょっと何位か忘れちゃったんですけど、まあめちゃくちゃメジャーってわけじゃないんで、ゲンガーもまあちょっと新鮮な発見がもしかしたらできるかもしれないですね。雪の王とゲンガー、次回以降どんな活躍してくれるのかとっても楽しみです。いや、これ自分で次のポケモン選べないから、本当にこう、一期一会で偶然出会った感がたまらないですね。はい。ということで、またこの2匹と共に次回の動画どうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。インゲンでした。バイバイ。